人の皆さんこんばんはテレビアニメ「キン肉マンパーフェクトオリジン」編でミートくんことアレクサンドリア・ミートを演じています上坂すみれですこの番組は各界のゲスト超人をお招きしてキン肉マンについて語り尽くす超人トークバラエティーです皆さんぜひハッシュタグ「超人ラジオ」をつけて X などでも実況しながら楽しんでくださいということで第2回目です えー、7月のアニメ放送のスタートが着実に近づいておりますねいや皆さんどうですかわくわくしますねはい今日6月17日はなんと「えー、アパッチの雄たけびうらら」でおなじみのジェロニモのお誕生日だそうですあのこれはあの「キン肉マン超人大全というものからの出店だそうで本当かな <laughs> 本当本当ですよねきっときっと本当ですよ 人間の普通の心臓を持ってた、ね、ジェニモがねこう超人になったっていうねマジでミラクルの塊でございます本当にねかっこいい超人でございますね、えー、今日は、えー、この後素敵なゲスト超人さんも登場してくださいます、えー、それでは最後までお付き合いよろしくお願いしますさてこの番組ではリスナー超人の皆さんからのメールをお待ちしています メールアドレスはアッ k i ー− 1 2 4 2 c o m k i n 二1 2 4 2 c o m ですふつおたコーナーへのメールの他にも「筋肉マンへの熱い思い思い出エピソード」などなど何でも OK ですたくさんのメールお待ちしています それではここで1曲お届けしましょうえー、オープニングは私からのリクエスト曲をお届けしたいと思いますえー、この曲も超大好きなキャラクターソングでございます聴いてくださいえー、キン肉マン超人大全集」より「燃えろ放送席!」 この客席目線というかね、アナウンサーと解説目線のこの他人、人事な歌詞が本当に最高です。燃えろ、燃えろ、燃えろ放送席。はい、ということで聞いていただいたのは、筋肉マン超人大全集より燃えろ放送席でした。筋肉マン超人ラジオ 改めましてこんばんは、テレビアニメキンマンパーフェクトオリジン編でミートくんを演じています、上坂すみれです。ここからはゲスト超人をお呼びしてお話を伺う超人トークのコーナーです。ということで、本日のゲスト超人はこの方ですへのつっぱりはいるんですよ どうも、リスナー・ジャージの皆さん、こんばんは。テレビアニメ、筋肉マン・パーフェクト・オリジン編で、筋肉マンこと、筋肉ニぐろグロを演じています、ミヤノ・マムルです。よろしくお願いします。どうも、どうも、また来たよ。かっこいいですよちゃん、今日も頑張ります。<laughs> <laughs> <laughs> ピース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 うるさくてそんな青筋立てへんのはい今日もたっぷりと今回はもうほんとにねえしね喋りすぎてもうし喋べってうんつらかったから。 はい。あ、そうだ。あの、第1回でですね、あの、宮野さんが、あの、筋肉マン自慢したいことがあるって言ってたのに、私が全然ね、聞かなかったということでいいのいいのいいのよ。あの、リスナーの皆さんからのね、メールを読むことが大事だからと思って、みんなの自慢をまず聞こうかなと思ったんだけど、俺も自慢あるぞと。お願いしますよ。あの、その、神谷明さんから、い。あの、いろいろこう、受け継ぐときに、はい。あの、 神谷さんが持ってるお宝もちょっとえお宝いただいてしまってお宝とは神谷さんがずっと大事にされていたものとかええ贈るよーっつって贈るほどのこれすごくない巨大金消しもったんだけどへの神谷さんが大事にされていた巨大金消しいただきました筋肉マンが持ってる巨大 を筋肉マンが受け継ぎましたエエモモすぎるニッキ筋消しってもう男の子の一番大事なものですよそう,そうだよだって今日だってさあのディレクターが私物の筋ン消しをさ <laughs> 並べてるの、ね、これ並べてるき絶対楽しかっただろうね <laughs> 確かにリングに誰乗せようかなーって笑顔でね笑顔で「うんうん、<laughs> 将軍どこに置こうかな」とか。 将軍 <laughs> でも、将軍<け>真ん中にいる、ね、でも、ミートとね、筋肉マンは前に置いて、じゃあ、将軍真ん中に、じゃあ、センターに置いて、とか、<あ>ビッグザブドウで後ろで、とかってやったんでしょ。ここにバッファロー置いて。いて <laughs> で、周りは今回ので、並べて、<laughs> パーフェクトオリジンも並べて、とかやったんでしょ。は <laughs> 端っこにステカセキングを置こうみたいな。え、コミックスも私物いや、全部。すんごいもうね、当時の一巻からのやつ。 ね、うもう表紙もねこう当時の、ね、こうタッチのやつですごいですよ。で僕も自慢じゃないけど、はい、だからそのとある筋からもう一回読み直したいと思って。はい 当時のもう、その方が持ってた、もう、日焼けした。当時物を。当時物を僕は読んで。ね、当時の匂いとともに。ちょっとむせるの、ちょっとなんか <laughs>。ちょっとたタンスの香り。昔のお子さ昔の。ちょっとタンスの香りする。<laughs> そうそうそう。あの、当時物だと、あの、後ろにあの、読者のコメントがね。俺さ、それ、だから読んで。だから僕らはさ、やっぱ、言うてもアニメが。はい。僕もその、ドンピシャーではなく、 ちょうど進んだあたりが多分僕は子供の頃だったと思うんだよね。はい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 。だけど、やっぱ、漫画で読むと、先生のこの読者とのコミュニケーションが、はい。素晴らしすぎて。いや、そうなんですよね。だって、超人とか、ほとんど読者からの募集だったりとかするじゃん。はい。あのウォーズマンもみたいなことじゃない。ロビンもロビンもみたいな。そうですよ。このでも当時からこの読者とのやりとり。で、僕は、キンマン君に早く恋人を作ってあげて。 読者投稿あるある <laughs> まあこれ、まあね、コミックスに載ってるから読んでいいのかもしれないけど、うん、清水くんのね、うん、趣味は鉄道の写真撮影い <laughs> 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 この方15歳です。15歳。中学3年生。<っ>ね、結構大人、大人ですね。大人ですよ。はい、本当に。 当時だから実名とお写真がね、載ってるんですよね。<laughs> これ今のね、実名はそんなに言えないですけど、いや、これ嬉しかったでしょうね。でもこんな細かく載せてくれるしさ、先生がさ、しかもこう、読者とかの声もさ、作品にどんどん反映されていくと言いますか。<laughs> ね、もう今回考えて、みんなに考えてもらった長寿はこれだみたいなページでね、紹介していただいて、うん、設定も変わっていったりね。そうだ、鹿児島県のね、この野本くんがね。<laughs> 底なし聖人のアイディアをな <laughs> 何でもかんでも腹の中の巻き。やばいチートすぎる <laughs> <laughs> 嬉しかったろうね。コミックスにも乗れるしさ。く嬉しかったろうな。嬉しかったよ。 読者の声をこんなに聞いた作品があるだろうかっていう感じですね。いやまずまもうキリがないですね。そこ読んじゃうんですよ本当に。コミックスにね載ってる当時の人探したいですよねもしこの番組をさ聞いててくれて「野本です」みたいな「とのイラストそれ何かそれはもう1巻これ3巻ですねはい。 ラメーマンマも作った子を探してますっていうディレクターさんの、ね、ディレクターが僕らの耳だけに聞こえるように、コミックスん加コミック参加の超人オリンピックの最初のページにって、<laughs> ラメーマンマを考えた埼玉県の小宮つとむくんを探してますんそんな、個人的にって、そんな俺らに言わせないでよ。でもこの超人ラジオで呼びかけてたら、会えるかもしれないですね。 本当だ。ラーメンマンを考えた小宮つとむくんですか小つとむくんこは、悟空マンいますね。悟空マン悟空マンとラーメンマンいますね、中国。悟空マンはね、松岡くんですね、松岡くん。山口県の。<laughs> <laughs> かっこいい超人考えたのにね。楽しいいや、面白いな いやー、ということで。いや話が尽きない。何でしたっけえっと。んだっけねお便りですかねあ、お便り読みましょう。まだ自慢のしかしなかったから。そうですね。はい。え、巨大金消しもらった自慢しかしなかった。いや、にすごい。え、普通とり読みましょう。え、超人ネームスカイさんからいただきました。え、ご自身のファンクラブイベントで、ファラオの呪いを歌唱するくらい筋肉マンが大好きな上坂さんの番組。ファラオの呪いといえばみたいな。マキ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 って。ファラオの呪い。 巻き巻き巻きに。<laughs> 私の時は「私の筋肉マン」の出会いは日曜朝に放送されていたアニメでした、うん、当時の私はラーメンマン VS ブロッケンマンの結末に衝撃を受け<た>そしてその後原作漫画の存在を知り見事に別バージョンのトラウマも刻みつけられるというごくごく平均的な小学校低学年の男子でした<お>上坂さん宮野さんの好きなシーン印象に残ってるシーンなどお話しいただけたら嬉しいですということでなるほどはいむごいですね,ね 二日ラーメンかってことですね。許せないよ。いや、この辺、この辺、この辺り、結構、こういう描写が増えててさ。結構、平気でぶちぶち。結構。ティーパックマンの。ティパックマン。坊主が倒したと。飲んじゃうっていう。そうだ。ティーパックマン。飲んじゃう。飲み干してた。そう。そうだ。 あとなんか、<laughs> ベンキマンに流れかけちゃう、筋肉マンの回もありました便 <laughs> ベンキマン、便器マンは何でも自分の中に流しちゃう、はい、入れて、はい、ベンキに流しちゃうっていう技を持ってんだけど、はい、俺はそれよりもその前に、どんなでかいやつも丸くしちゃう力の方がすごいと思うんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> 確かにパキ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 って丸くしちゃってから流すから。確かに <laughs> その力の方が、便器マンすげえなと俺思って思うんだ確かに、必要すごいな <laughs> <ー>好きな支援がありますかあそれこそ、はい、あのー、今回、はい、神谷明様が、はい、カメハメなんですよ。 そうですよね。プリンスカメハメ。カメハメなんですよ。さらにマユミ。マユミ、さらにマユミ。だから、漫画とか原作で言うと、だからその超人オリンピック終わって、ハワイに、ね、遠征というか、ね、時に、もうすぐにね、カメハに負けて、殺人ハザード。そうで、はい。伝授するぞって言われて、はい。で、風林火山をそこでね、メイビアに食らわせだわけじゃないですか。はい。で、それが、 pv にもあったと思うんだけど。ねこの。そうなんですよ。ユニゾン。私、その風林火山をユニゾンで。はい。神谷明様と。そうなんですよ。そうなんです。俺、なんか、それをやった時に、もう完全にこうなんだろう。あ、神谷はめ、イコール神谷さんから、技もちゃんとこう受け継いだな感が。はい。すごいあって、で、声が重なるっていうのが。はい。なんかすごい、 貴重な経験すぎて。そうですよね。震えました。私もね、リングサイドでね、<laughs> ね、傍聴してたんですけど、うね、もう震えましたね。震えるよね。本当に。いや、もうこのヘッドホン越しに聞こえてくるんですけれども。なんいやー、あの、こう、神谷さんのお声でもあるし、 ちゃんと亀はめの音が、ね。そうそう、亀はめなんだよね。ねえ。ニンニクマンではなく亀はめとしての神明さんだから。はい。その渋みというか、凄みというか。威厳のある。そう。ね、ちょっとこう、グレートを彷彿とさせてるような。<せ> <laughs> もう、エモすぎる。エモすぎるよね。これは本当にね、もうぜひ、もう7月のね、放送を楽しみに,、ね、楽し,みにしておいてください。しえいてください。い皆さんお願いします。 はい。ということで、ここで一曲お届けしようと思うんですが、はい、宮野さん何かリクエストございますかそうね。やっぱり、前回ね、ゴーファイトかけたので。はい。やっぱ2回目はこれなんじゃないかということで、聞いていただきましょう。<お>串田明さんで、肉肉ロックンロール。串田明さんで、肉肉ロックンロールでした。<laughs> テレビアニメ、キン肉マンパーフェクトオリジン編、ミートくん役、上坂すみれと。キン肉マン役、宮野真守がお届けしています。 筋肉マン超人ラジオ続いてのコーナーはこちら僕の私のカジマのクソ力出た 筋肉マンがピンチの時に発揮する奇跡的な超人パワー。それがご存知、カジバのクソ力。んそんな筋肉マンのカジバのクソ力のように、ピンチのような状況で一発逆転した、こんなカジバのクソ力を発揮してる人を目撃したというリスナー超人さんのエピソードをご紹介するコーナーです。<ん>私とゲスト超人宮野さんでそのエピソードがカジバのクソ力か、もしくはただの頑張りかだったかを発見したいと思います。<laughs> ただの頑張りただの頑張りって言われるのもなんか、でもいいけどね。<laughs> いいけどね。頑張ってんだもん。うん 頑張ってんだもん。<laughs> はい、じゃあ早速行きましょう。<ん>ええー、チャオジネーム。 カビンマスクさんから頂きました、ね。カビンマスク、いい名前だ。えー、高校時代、えー、日本史の期末テストの前日に一夜漬けの勉強をしてました。ああ途中5分だけ仮眠をしようと思って目を閉じたところ、次に目を覚ましたときは、なんともう家を出ないといけない時間でした。うん、とりあえず3分で顔を洗って歯磨いて制服着て家を飛び出し、教室に着いてから試験が始まるまでの10分ほど、必死で教科書を読み込みました。うん、するとなんとちょうど読み込んだあたりが試験 出たのです。しかも直前でめちゃくちゃ集中して読み込んだからなのか教科書のページがそのまま頭の中に写真のようにはっきりと浮かんできました<ー>人生で初めての体験でしたそのおかげで自分の中の過去最高得点を記録することができましたまさにカジバのクソ力だったなと思いますなるほどという花瓶マスクさんのお話ですね花瓶よ <laughs> 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 おじどうですか <laughs> これは奇跡的な力だねそうですねほ本当にでもこう写真のようにこう記憶残せる人っているけど多分普段はできなかったことがその時にできたってことは結局やっぱ特殊能力がそこで発動したんだよそうです脳の普段使ってないところが、ね、そうそう使ってない部分が活性化されたんだよなぜかそれこそね柏の基礎力ってそういう力ですから、ねうん、なぜか知んないけどが大事だからそうです <laughs> 筋肉マンもよく忘 忘れちゃうから <laughs> <俺>な,な,なんで勝ったのかわかんない <laughs> なぜ奥間将軍の技を避けられたんだって <laughs> <laughs> 私にもわからんのだってわ <laughs> <laughs> からんのだが大事なんだう <laughs> そうですよねカジバ的にはじゃあこれ判定がありますので、はい、せーので、えー、判定しましょう、はい、せーのカジバの草木キサー<力>素晴らしいです では続いてい。判定したところで。はい。<laughs> <laughs> <laughs> はい。<laughs> 特にないんです <laughs>。ノベルティも何もないです、ね。ノベルティもないんです。はいうん、よかったね <laughs> という。 <laughs> じゃあ、ちさんが。ちさん。え続いて、超人ネーム、お相撲さんにサインもらっちゃうぞさんからいただきました。<laughs> うん、<laughs> 何それ<笑><笑>私が乗るはずのバスが目の前で発車してしまいました。そのバスに乗らなければ遅刻してしまうので、クソ力を発揮してダッシュで追いかけると、うん、次のバス停で追いつくことができました<ー>、うんすごいこれはすごいこれ いいよーく頑張った。<laughs> <laughs> これはね、ミソなのが、次のバス停でっていうところね。うん、ちゃんと走ったの。うん、だから追いついたわ <laughs> <laughs> かる物理物理、物理。もう判定に行ってもいいぐらい。うん、じゃあ、せーの。うん、ただの頑張り <laughs> 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 確かに。君の頑張りだ。えー、超人ネーム、ポテトの山森さんから頂きました。うん、えー、中学校時代、授業中、教室に蜜蜂が入ってきて、<laughs> 大パニックになりました。よくでも覚えてるね、ちゃんと中学時代のことね。確かにえらいに女子だけじゃなく、女性の先生も、キュー 手が触る中、僕のところに蜂が飛んできた瞬間、なぜかとっさに手が出て蜂をキャッチしました。そしてそのまま窓のところに行き、外にポイッとしました。今思い出してもなんであの時手が出たのか自分でもわかりません。ということで。これはカジバのクソ時間だったのか。これはどうなんでしょうかと。うわ、これ微妙なとこだね。もう、もう一ひねり欲しかったな。それが箸だったとかね。 判定しましょうか判定しましょう。せーの手でよかったんです。手でよかったです。箸だとね。もうるそう,なんでうね。何、ね、で,で出たのか自分でも分かりません。これがね書いてある通りです。かなりいいですこれがカジバのクソ力を感じる瞬間ですから。そうですよ。<laughs> <ー>じゃあ続きまして超人ネームうなぎさんから頂きました。会会社ででのの懇親会でのこと 酔った上司に「何か一発ギャグやって面白いやつ」やね、と言われ半ばやけくそでギャグをやったところ <laughs> なんとみんなが大爆笑,<笑>自分も周りもお酒の力もあったと思いますがあんなに笑ってもらえたのは人生初でしたとのことですでもこれはでも火事場というのでも本当にただお酒の。<laughs> <laughs> 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 ちょっとよく分かんなくなってただけじゃないかのこれはじゃあすいません飲み会のノリです <laughs> せーの飲み会のノリ <laughs> 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 それ以上でもそれ以下でもないのだ <laughs> 確かにそう思います <laughs> お鮭が入って楽しかっただけなのだ <laughs> そうはいきませんから、ね、これに。はい。ということでなん、衝撃のラストでしたが、<laughs> えー、以上僕の私のカジバのクソ力からでした。さて、本日のゲスト超ミ宮野さんとはここでお別れですが、実は次回第3回放送へのゲスト出演も決定しています。これはさては。はい。まとめて撮っているな。<laughs> <laughs> そういえば聞いたことがある。<laughs> <laughs> 子供のビアマガインが <laughs> <laughs> とにかくすごい自信だ。三 <laughs> 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 本も取るなんて。三 <laughs> 本も取るなんて。<laughs> マジすごいですだ。漏れちゃう漏れちゃ。う <laughs> 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 すぐ漏れちゃうから。筋肉マン漏れすぎだから。 うん、で、当時の最初の、なんだろう、なんだおもらしの時に、あの、いわゆるギャグのうんちの書き方じゃなくて、本うんちの書き方。<laughs> <laughs> 本うんちの形で書くんです、先生。あれドキドキしました、僕。<laughs> 漫画で初めて見ました、本うんちの形。<laughs> しっかり排泄した形になりますね <laughs> <laughs> ということで、なんていう締め方ですかちょっともう、王子ごめん出ちゃった <laughs> みんな聞いてくれなくなりますよそうん、全然の <laughs> はい、うん、ということで、宮野さんありがとうございましたありがとうございました本日のゲスト筋肉マン役、宮野守さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました筋肉超人ラジオ 筋肉マン超人ラジオそろそろお別れの時間が近づいてきましたこの番組ではリスナー超人の皆さんからのメールを募集していますメールアドレスは k i n 1 2 4 2 c o m k i n 1 2 4ですそれでは「キン肉マン」情報ですテレビアニメ「キン肉マンパーフェクトオリジン編」は7月7日より放送開始です さらにこちらのアニメは Netflix での独占配信も決定しておりますその他の他詳細はアニメ公式ホームページをご確認くださいということで第2回放送もめちゃくちゃ楽しかったですねなんと宮野さんは第3回もいらしてくださるということでみっちりたっぷりお話ししていきましょう、えー、それでは今回の「キン肉マン超人ラジオ」はここまでお相手は上坂すみれでした